じゃあ、連立方程式の利用2で、まあ、速さの問題と割合の問題はかなりヘビーなので、これは2つに分けようと思います。なので、まず54ページ、55ページで1つ、動画1本ということにするので、で、まあ、基本的には中1の一次方程式と同じなんだけど、やっぱ一番意識しないといけないのは、みはじかな。はじき。いやね、つまりその自分が何をやっとるのか、何をかけて何を割っているのかっていうね。例えば、道のりを出したかったら、速さと時間をかける。ということだから一番やってはいけないのは適当にかけたり適当に割ったりっていうのが一番ダメです。論理性ゼロなのでそれをやらないって、自分は今何を出したいのか、道のりを出したいので速さと時間をかけていますという気持ちでやると。あとこの単元は単位かな、キロメートル、メートル、時間、速さも時速、分速みたいなところを気にして解かないと何かすごく大きくなったり、すごくちっちゃくなったりするので。ということで、穴埋め以外のチェック A の2をちょっと例題としてみようと思います。何を X、何を Y かとするのを書きましょうって、とりあえずこれは書いてあるので、道のりを X、道のりを Y としていますよと。そして道のりは全部で1800メートル。なので、まず、道のりの式を、何の式を作っているのか、道のりの式を作っているのか、道のり足す道のりイコール道のりとか、速さ、速さ、速さとかっていうね、ここをずらさない。道のりと道のりを足して、すべてで1800メートルだよと。そしてもう一つが、速さ、分速50。分速80。そしてまあ、時間やよね。時間が。なんで、道のり割る速さで時間の式になりますと。道のり X。分速50メーターで道のり X メートル。という話なんで、道のり割る速さ。道のり割る速さ。ということやね。つまり、50分の X と80分の Y で、分、メートル、分速、分、全部合ってるので、30分となります。なので、この式を解けばいいですよと。で、全部最小公倍数かけてって感じかな、下の式を。400。8x プラス 5y イコール何かけたっけ？412000かな。で、まあ5で統一しとくか、加減法か。9000。3x イコール3000。ということで、X、分速 50m の道のりが1000。で、1800-1000なんで、分速 80m は800となります。なんで、何回も言うけど、これは道のりの式なんだと。これは時間の式なんだと。道のり、道のり、道のりと、時間、時間、時間となってますかっていうところの確認。ということで、次。B の1番、ちょっとやってみましょう。一本道で、まあだから一般道の道のり、これを、XKM とすればいいかな。XKM。高速道の道のり、YKM としましょうと。した場合、道のりは出てないんだね。
で、X たす Y とかっていう式にはならないと。あと出てるのは、速さ、そして時間というふうになってます。で、50キロ、75キロなので、1時間36分は直しとこうと。1時間36分を時間に直すと、96分、60分の96とかになるのかな。まあ、約分してください。なんで、時間の式、時間は道のり割る速さで時間なので、一般道を時速50キロ、50分の X と75分の Y が60分の96かな。で、帰りが A から B に行って、B から A に帰ってきてるので、先高速乗って一般道だから、まあ、XY としとるんで、式がね、間違いないようにって、高速一般道の順番なので、一般道の順番なので、先に Y の式になるよと。時速60。で、Y なんで60分の Y。そして一般道を時速30キロ。30分の X が2時間20分。140分なんで60分の140という式になる。ので、これを解いてください。という感じやね。まあ、ちょっと解くの大変そうやな。1番の式には150をかければいいのかな。約分しといた方がいいのかな。61が66636585分の8か。5分の8と、3分の7。なので、1番の式はね、50分の X プラス75分の Y イコール、5分の8。で、全部150かけようか。3X プラス 2Y イコールかける150なんで、30。240という式になるのかな。で、2番の式が30分の X プラス60分の Y イコール3分の7で60かけますか。2x プラス y イコールかける60なんで27に140。まあこういう2つの式になります。ちょっと足りないので。と 3x プラス 2y イコール240と 2x プラス y イコール140という式になります。あとは普通に加減法で下の式2倍してとかね。283x プラス 2y イコール240。なんで x イコール40になるのかな。で、80イコール、じゃあ80足す下の式に代入して y が60かな。ということで、答えは
一般道が 40km で、高速が 60km になりますと。そういう感じです。で、最後。1800m のランニングコースで、それぞれの、ゴールまでの道のりを、スタートからチェックポイントまではじゃあ X メートルと、チェックポイントからゴールまでを Y メートルとした場合、X プラス Y イコール足して1800メートルと、スタートしてから10分後ってことは、かかった時間を10分ってことやね。なので、ごめん、ちょっと変な位置やけど、200分の X プラス150分の Y イコール10。こんな式になりますよ。ということで、あとは普通に 3X600 かければいいかな。プラス 4Y イコール6000。3X プラス 3Y イコール5400。Y イコール600。なんで、チェックポイントからゴールまでが600メートル。そして、スタートからチェックポイントまでが引いて1200メートルとなります。まあ、こんな感じです。最後の問題は結構簡単やったかなと思います。単位ずれとる問題がないので、そういうのは、この後出てくるかなと思うので、練習してみてください。じゃあ、以上です。ありがとうございました。